はい、今回はですね、日産、はい、日産のプレジデント、はいはい、ご存知ですよね。うん、うん、日産の最上級、そうですよね。うん、まあね、まあ政治家やね、企業のトップが移動する車として、まあ今現在はまあトヨタの高級ミニバン、アルファードなどが用いられている形が多いです。うん、ですが、まあ一昔前は高級フラッグシップカーというんですかね、うん、まあ大型セダンが主流でしたよね。そうですね。はい。まあ今考えると室内空間の広さに優れたミニバンベースの車の方が、まあ後ろの席の快適性が高いことはまあね。感じはするんですけど、うん、まあ、当時はね、セダンの後ろの席のこう快適性を上げるためにさまざまな装備やギミックが隠されていたと、うんうん、でまあ、そういった形の中の、まあ、フラッシングセダンの中からね、まあ、惜しまれつつもちょっと姿を消した形になっていくというこの日産プレジデントをちょっとお話しさせていただいたらと思います。はい、まあ、現時点で最終型となる4代目プレジデントは、まあ、2003年10月に登場、うん、そして7年後の2010年8月に、まあ、発売終了という形であると、はい、まあ、それがベースとなったのは2001年に登場した4代目シーマ、うん、まあ、プレジデントは 4.5 リッター V 型8気筒エンジンのみのラインナップであったり、まあ、この脱音材というかな、遮音材、うん、がよりふんだんに使用されて収縮性がアップ させているなど、日産の最上級セダンに相応しい変更がなされていますと。うん、そんなプレジデントで特筆すべきはやはりリアシート周りで、ね、シーマには存在しないこう4人乗り、うん、4人乗り、まあ、かっこね、リアに2名、仕様がラインナップされましたと。まあ、5人乗り仕様もあるという形で、珍しいですよね、大きいセダンで4人乗りという形。うん、うん、まあ、この4人乗り仕様では、前方格納タイプの助手席の採用により、後ろの席はゆったりとくつろげる広々とした足元スペースと視界の広さを確保、うん、助手席が、まあ、畳んでしまえるということなんですかね。あ、そうですかね。うん、まあ、さらに助手席の後ろのリアシートのフロアカーペットは厚手の専用仕様を採用し、助手席のシートレールとの段差がないフラットなフロアを実現しています。うんうん、もちろん、まあ、助手席、リラックスシートが採用され、後ろの席の、乗り員が、まあ、助手席に足を伸ばすことが可能で、バイブレーター機能も、標準装備したほか、後ろの席シートはパワーシートとし、好みのサポート感が得られる、後ろの席のリラックスヘッドレストっていうのがあるから、電動式も備わっていますと。そして、4人乗り仕様のリアには、多機能大型センターコンソールが採用されていますが、このコンソールは車両センターよりも、右寄りに配置することで、助手席後ろのリアシートのスペースを拡大するという細かい配慮もなされていました。うん、また、多機能大型センターコンソールには空調やオーディオ、シートに、サンシェードなどの操作ができる各種コントロールスイッチが配置されたほか、秘蔵書類の保管にも便利な専用キー付きリッドを採用した A4 サイズの書類が入れられる、大容量収納ボックス、うん、一般家庭製品の電源として使用できる 100V 電源なども設置していました。すごいですね、この機密書類みたいなものを格納できる場所があったと。うん、まあ、さらに、後部座席での、作業も可能なように A4 サイズのパソコンが置ける格納式テーブルや、うん、天井格納式の8インチワイド液晶モニター、うん、後部座席の用の照明付き、バニティミラー、そして、後部座席用のパーソナルランプ、読書等というかな、うん、そして格納式コートハンガー、コートがかける左右あると、うん、など必要な装備をルーフ周りに格納し、セダンでありながら、後部座席用に、充実した装備を備えていたのです、うん、というような形なんですけどね。なかなかの装備ですね。どうでしょう、このプレジデントの印象というのは、ケンボーさん。まあまあ、高級車、うん、まあ、乗ったことはないんですけどね。まあ、センチュリー今乗ってるんですけど、ちょっと乗ったことがないので比べるのもあれなんですけどね。まあ、トヨタセンチュリー、そして日産プレジデントと言いましたけど、あれなのかな、そうと言いましょうか、位置づけ的にはそうですね、まあ、日産の最上級と、トヨタの最上級、まあ、装備的にはどうなんですか。確かにね。では、プレジデントって言いますと、まあ、この4代目の前、よく街中に見たのはあれなんですかね、こうなんかドレスアップしたあのプレジデント仕様のね、
車とかも、一昔前よく見ましたよ ね。あれっていうのはだからこの4代目からシーマを主流にした形になっていったっていうことになるのかな。その前はちょっと違う顔してましたもんね。そうですね。4代目はもうなんかシーマって感じの顔でしたし、まあね、先ほど申しました、まあ、これらの装備は4人乗り仕様に標準搭載されており、まあ、車両本体価格は900万円やったと、はい、800万円で購入できる5人乗り仕様よりも100万円高い価格設定、うん、5人乗り用よりも4人乗りの方が100万円高い、装備がね、うん、先ほど見てたみたいにね、センターコンソールにいっぱいこうできる装備があるんで、ね、その分値段が。まあね、そういう形で、まあ、今から20年ほど前に登場した4代目プレジデントですがね、今後ろの席用に装備されたアイテムの内容というのが今みたいに充実してた、うん、これで4人乗りっていうような専用のセダンっていうような形もあったっていうようなね、まあ、そういうような形ですね。はい、ではまた次回、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。